ナンバー、愛の狂乱、ファンの欲求とサプライズ需要が引き起こす衝撃の物語。即完売。ナンバー、愛の衝撃的なグッズ販売。ファンの叫び声が響き渡る。岸優太、神宮寺優太、平野紫洋、これらの名前が言及されるだけで、ファンの心は高鳴ります。彼らはまさに、ナンバー、愛、滝沢秀明氏が率いる戸辺の看板アーティストです。 今年3月21日、戸部は設立1周年を迎えましたが、その一方で、彼らの人気の高さゆえに、ファンの不満が噴出しています。彼らのドーム公演後のグッズ販売が即完売になったことは驚くに足りません。再販を求める声も上がっています。ファンは、サイトにアクセスしようとしても繋がらず、買いたい商品がソールドアウトになっているのを見て、落胆しています。例えば、平野くんのフォトが売り切れだったので、 可能であれば再販してほしいですという声があります。とべ公式 X も、その日のグッズ事後販売と新商品の発売を告知しましたが、需要に追いつかず、アクセス集中によって一部商品が瞬く間に売り切れました。この即完売はナンバー、I にとって初めてのことではありません。昨年12月にも同様の状況がありました。今回も新写真が好評で、平野のソロカットは完売。彼らの人気は衰えるどころか、 ますます高まっているようです。一方、元キスマイフット2の北山博光もドーム公演を機に人気が急上昇しています。彼は大型バイクでドーム内を滑走しながら JOKER、OK、を歌い、乱心、乱心やザビーストなどの楽曲を披露しました。これらのパフォーマンスに魅了されたファンが北山のファンクラブに続々と入会しています。グループを脱退した後、 ソロ活動を様子見していたファンも今回の活躍を見て合流を決意したようです。トベのアーティストたちは順調にファンを拡大しています。運営サイドはファンの声に耳を傾け、彼らのニーズに応えつつ、さらなるプロデュースに励んでいます。トベの成功は偶然ではありません。彼らは長年の経験と独自のアーティスト育成システムによって常にファンの心をつかむことができる魅力的なパフォーマンスを提供してきました。 彼らの成功は、ただ単に一つの公演や商品が売れたからではなく、ファンとの絆を築き上げ、長期的な支持を得てきた結果です。これからも戸辺は、ファンの期待に応えるために努力し続けるでしょう。彼らの次なる展開に期待して、注目しましょう。戸辺のアーティストたちは、あなたの心をつかむことができるでしょうかあなたは彼らの公演や商品に、どのような期待を抱いていますか 彼らの成功の背景にはどのような要因があると思いますか彼らの今後の活動についてあなたの予想は何ですか様々な意見や考えを共有しましょう。一方、元キスマイフット2のメンバーである北山博光は最近のドーム公演をきっかけに人気が急上昇しているようだ。彼のパフォーマンスは多くのファンを魅了し、SNS 上では彼のファンクラブへの新規入会が相次いで報告されている。 トベのアーティストたちは順調にファンを増やし続けているが、同時に彼らの運営側はファンの要望に応え、彼らの活動をサポートしていく必要がある。彼らの成功は単に音楽だけでなく、ファンとの継続的なつながりやコミュニケーションにも依存している。彼らの物語はまだ始まったばかりだ。今後、彼らがどのように成長し、ファンとの関係を築いていくのか、注目が集まるところだ。 みんなが一緒に歩んでいくこの旅路は、ますますエキサイティングになることだろう。この興奮を共有し、トベの未来についてあなたはどう考えますかどのような改善策がファンの満足度を高めるのでしょうか彼らの成功はエンターテイメント業界にどのような影響を与えると思いますか自分なりの意見や予測を共有してください。